お休みかな。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か言おうだね。もしかして面接希望とかですか。え、あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは。ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか。今日会う約束してたんですけど。え、あ、いや、ひょっとして知らない。はい。その野々宮さんは亡くなったんだ。え、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた。すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は。私はエリ。一番成果という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだよ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で。野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に。あれ、ご存じない。ああ、だって姉ちゃんの会社一番成果ってことはお菓子屋だろ。風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前、父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖母の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。ほんと父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を閉めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、
その上で俺と一緒にこの会社を立て直してこのうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。私にはってなんだよ。しかしよ、みんなにいくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。おはよう。そういう思いでやってるんだ。今急いでやってるの。ご立派な考えじゃねえか。急いでやってるけど、まあそんなこと言っておけば話は長口さ。やっぱりさせまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのか。エイトが誇りかぶりそうだ。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。野々宮さんいいやつだったのに。世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。それで春日一番になるんだ。潮時なんですよ。ネガティブすぎんな。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。まあね。でも全ては身から出たサビ。悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、何をどう騙されたんや。よし、分かった。え、何が。姉ちゃん安心しろ。あんたの会社俺たちが何とかしてやるぜ。勝手に俺たちになってる。え、いいんですか。おう、
ドンと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か。だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。分かってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しかお前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみればいいじゃねえか応援してるぜ。ありがとう。あれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おあのやっぱ俺だけ。春日さん、その本当にいいんですか？本当にと言われちゃったらね。男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。なるほど、せんべい屋になるってことかい。ここがうちの会社です。看板もボロボロじゃねえか。1階は販売所になっていて細々とせんべいを売ってます。昔からここなのか。はい、ただ騙される前は従業員も多かったからもっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされてまた元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ、なんでこんなとこに座布団あるの？ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝トメじゃ、よろしゅう。トメさんか、春日一番だ、よろしくな。うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょあらま、ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや、おお。かわいい。おお、なんて鶏が。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在で、そこに座ってんか。とってもいい子なんで安心してください。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、
コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか。わかった。経営の仕方を説明します。準備は。おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。何やるんだろう。よっしゃ、営業開始だ。うまいこと言いましたな。何をしないの。ついてないな。今時のゲームって感じ。何もしない。うん、悪いわね。なんかやらせてくれよ。反省しないとね。今回の WW 何なん。何もしないで50万。うーん、これは厳しい。22万意味がわからない。やべえ、大赤字じゃねえか。大赤字。株価大幅ダウンだ。意味がわからない。何もしてねえんだけど。下がっちまったか。え、ランキングがダウンしました。おいおい、意味がわからん。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです、割と簡単でしょ。簡単すぎてつまらん。ってちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるぞ。全然赤字じゃねえか。ところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は？ありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。マジかよ。勝手に彼氏にされてる。とんでもねえものを引き受けちまったな。わかったよ。じゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。クラファンだ、クラファン。返済してもらったのにな。彼氏誰かおらんのか。資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼馴染とか。金じゃねえか。俺はヤクザ上がりの無職だぜ。そんなのいるわけ。あ、どうしました。いや、一人いるな。というわけなんだよ。頼むよニック尾形。俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから。ニック尾形誰だったっけ、忘れちゃった。お願いできねえかな。え、ニック尾形。一番の人を思う心、すごく胸に刺さったよ。感動した、エモーショナル。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。本当か。サンキュー、ニック尾形。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件。
ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、何でもこいだぜ。で、条件っていうのは？まず一つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。もしマイナスになったらこちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？ああ、もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？ああ、会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。まあ、一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内になって余裕だと思うよ。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？分かった。で、3つ目は？最後の条件は、時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。株価ランキング1位？まあ簡単に言うと横浜のてっぺんを取れ。横浜で一番の経営になれってことさ。そんなの無理だよ。経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろ。よくわからねえけどやるなら一番だ。まあゲームだからな。一番成果を一番でけえ会社にしてやるさ。交渉成立だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり社員を入れ替えるなり教育するなり好きにするといいよ。わかった。ありがとうよニック大型。感謝も必要はないよ。君の会社が無事に育ったらこちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。カメジア彼氏お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうな、ばあさん。気持ちだけ受け取っておくぜ。すごいです。セクハラだよ。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック尾形にいな。それにただもらえたわけじゃねえ、条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする、そして最終的に株価ランキング1位を獲得するの3つですよね。ああ、ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か、難しいかもしれんが頑張るしかないの。じゃあ早速この資金を使ってうちの会社の立て直しを始めましょう。春日さん、準備ができたら声をかけてください。わかった。このゲーム系の株ってのは結構楽なんだよな。実際とは全然違うんだよ。会社の立て直しをしたいと思います。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあ早速やってみましょう。これ赤がいいのか青がいいのかがわからん。
わかんねえ、どういうこと？商品、サービス、知名度。知名度か。あー、そっか、ここをちょっと。増えてねえってことか。そういうことね。勝手にボタン押される。縁がありましたらまた。残念ですが、また。よっしゃ、営業開始だ。そんないきなり解雇できるんか。じゃんじゃかかす。ラッキーじゃ。まさかの。ラッキーじゃ。悪いわね。ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。よっしゃか。黒字が出たぜ。すごい、やりましたね。ニックさんの資金のおかげですね。やっぱり投資すると経営状況は良くなるんじゃの。稼いだ金をどこに使うかがやはり経営は大事じゃな。うん、人を重視するのか設備を重視するのか、やり方はいろいろあるけど、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれないね。未来を見据えた金の使い方か。経営ってのは決断の連続なんだな。
奥が深いぜ。でも一度鶏の配置、ここから軌道に乗せていくことはできると思います。絶対一番成果を復活させてみせる。株価ランキング100位以内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。おう、コケコッコ、デリバリーヘルプ読めんの超いいじゃん。ちょっともう一回やろうかな。もうできないの、すぐはできないのか。そうか、へえ、長い一日だったな。そういや、明日はまたハンピン貿易講師のライトだ。今日は来週横浜行くん。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうって、お前も当たり前のように言うな。言うでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。やだ、優しいじゃない。お前料理できんのか。できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なあちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でも、でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあったよ。まあ確かに俺らと一緒に危ない橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。ねえ、そうだね。じゃあご飯を食べようか食べないか悩んでる。お腹空いてきた。シェイシェイ、次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした。金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ゴアウィス、シャオトゥーダシェンチンジェンディル、シャツ1、フゲ2万。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话，东西我们可要收回去了。知道了，我去银行抽钱回来。34分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊！放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あ？あの木箱は確か。なんだこれ？ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか？後ろねえよ。
喂，钱筹好了没？啊，お金はまだ。不好意思，让你们久等了。偽札？そうだよな、そうなるよな。あれは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろ。ああ、お腹すいた、やばい。の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか。そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ、単純に準備するのが面倒くさかったからとか。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に金はどこにもなかったのさ。でもお金は出てきた、あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ、箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時、紙の入った箱があった。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を刷ったんだ。じゃあ2階に偽札を刷る設備があるってことか。ああ、多分な。そんなら、ここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱うすべての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない？まあそうだな。かたくなに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。なんだよ、二人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振り込みじゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど。つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の真淵はなかなかの切れ者だ。むしろ真淵は花から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろ。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど真淵は現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか。とにかくこれで真淵の不正の尻尾がつかめたってことよね。これをネタに脅して真淵を呼び出せればね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんで真淵に突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み取りすればいいんじゃない？そんな簡単に行くかな。2階はしのぎの要だ。警備も厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。
そんな危険を犯さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ。帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。わかった、やってみよう。絶対に見つからないように気をつけろよ。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日は気合い入れてくぜ。じゃ、今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺、もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ。え、ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ。辛くなかったの。そりゃあまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。ふん、でもわかるよ。そうなんだよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。うん。よし、ちょっとこれが終わったらアジフライを、今度こそアジフライを焼きに行こう。よし、よっからよっからよっから。お腹すいた。
よいしょ、アジフライ持ってきた。よいしょ。ちょっと食べながらやろう。迎えが来るまで。うん、おいしい。おかえりなさい。アジフライ、アジフライ焼いてきた。うん、なんか食べたご飯が。今から食べようかなと。何食べるの？いいやつ、カレー食べたい。羨ましい、カレー。あ、誰がにいるじゃん。カレーはいいよね。L で移動、R でじっくり観察してな、しーちゃんを見つけよう。食べてきます、ナミセン。はい、いってらっしゃい。これか？ふーん。違うか。これは。ふーん。これは。ふーん。誰でもないんだよ。これじゃない？これは？ん？なあ。メンタルが必要なんだ。何今？何やこれ？
川さん。はい。よろしく頼む。会にしてやるさ。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある株来期は下がるでしょう。このままじゃやべえ。ちょっと心配なのですが、うまくいっていますが。どういうこと？はっきり言いますけど、会社の人気が低いんですよ。はっきり言いますけど。ご質問のある株主の方は挙手をお願い。ちょっと心配なのですが、ちょっと甘くないですか。うまくいっていますが。きっちりやればいいってこと。ご質問のある株主の方、来期は厳しいでしょう。行き当たりばったりですね。何か定期株主総会を終了いたします。
どうやってやるの？グダグダになっちまったな。株価大幅ダウンだ。ゲームの仕組みもわからん。ランキングがダウンしました。どうやってやるの？わかんない。どうやってやるのか全然わからなかった。さあ今日も一挙頑張りますか。何なのこれ、知らねえんだけど、こういうのマジやめてほしい。よっしゃ営業開始だ。なんでマジで何やらされてるんだろう。じゃんじゃか稼ぐとするかの。いい、ね、運悪いわね。いいわね。
まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。私にお任せください。お受けいたします。おー、わしに務まるかの。お任せください。やってやるよ。あれ、わしに務まるかの。腕の見せ所ですね。よっしゃ、営業開始だ。
ってやってみるか。ラッキーじゃ、ラッキーじゃ。いいね。くそ、計算が狂う。くそ、計算が狂う。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやった。部下アップだ。よっしゃ、どうだ。ランキングがアップしました。リハビリ中にすいません、花山選手。お話を聞かせてください。花山選手、あの事件以来、安西さんと何かやり取りはありましたか？いえ、何も。代理人を通じて謝罪があっただけです。安西選手は自身のプレーについて、独断で行ったの一点張りですが。余裕を持って出塁できた場面での危険なスライディング、花山選手からはどう見えましたか？確かにそうですね。ですが、僕はあの場面で彼が進んでプレーしたとは思えないんですよ。花山選手は安西選手と古くからの友人だそうですが、昔はどのようなプレイヤーだったのでしょうか？4番としての活躍は来季絶望的とのことですが、どのようにお考えでしょうか？安西選手は所属の横浜シャークスターズを退団するとのことですが。押さないでください。うわっ、おいおい、ただごとじゃねえぞ。あんた大丈夫か？ああ、ありがとう。花山選手、まだお伺いしたいことが。おい、お前が押したんだろ。俺はてめえら、相手が怪我してるってのに気遣いの一つもねえのかよ。すいませんでした。たく、しょうがねえ奴らだな。ありがとう。立てるか？肩貸すからよ。ありがとう。春日さんだっけか。俺は花山。あれ、リピアだ。野球界。野球選手なんだ。プロレスラーかと思った。その足、安西って選手とぶつかったんだって？スポーツ選手って大変なんだな。まあね。一応テレビとかで結構話題になったんだけど、知らない？悪い、そこら辺の話には疎くてな。でも記者の話を聞いてると安西ってのが一方的に。俺はそうは思わない。あいつがそんなことするはずないんだ。
怪我させられた相手に随分肩入れするんだな。あいつとは小学生から高校まで同じ野球部なんだ。緻密さが売りで、あんな雑なプレーするはずがない。それにあいつはチームやスポーツマンシップを誰よりも大事にしていたんだ。チームの勝利だけじゃなく、仲間との絆や礼儀正しさを重んじるあいつが自分からやるはずないんだよ。そうは言ってもプレーしたのはあいつ自身だ。誰かが命令したってのも。僕は安西のチーム横浜シャークスターズの監督が怪しいと思っているんだ。監督が？なんだってそんな。あの監督になってからのシャークスターズは万年2位で、なかなか結果を出せずにいたんだ。今年優勝できなければ監督は退任って噂もあった。しかも例の試合は勝てば優勝がほぼ決まる局面だったんだ。焦った監督はあんたを潰すように安西に指示した。安西にも逆らえない何かしらの理由があったってか。俺はそう睨んでるんだけど、安西は自分のせいの一点張りでね。というか随分素直に俺の話を聞いてくれるんだな。世論じゃ安西憎し一色だぜ。いくらダチとはいえ、怪我させられた相手にそこまでかばうやつの言うことが妄想だなんて思えねえよ。春日さんなら信用できるかもしれないな。悪いんだけど、一つ頼まれ事をしてくれないかな。頼み？安西に会って詳しく事情を聞いてきてほしいんだ。俺はこんな体だし自由に動き回れないからな。安西に？でもあんたでも連絡がつかないなら俺に会いに行けるはずねえよ。あいつがお忍びで通ってた店が浜風通りにある。そこに行けば会えるかもしれない。お忍びっていいのかよ、俺にそんな情報を教えて。俺を助けてくれる優しさと度量があって、世論に染まってない春日さんだから教えるんだよ。礼は必ずするからお願いできないかな。そこまで言われちゃ断れねえな。いいぜ、事情を聞いてきてやるよ。ありがとう春日さん。そうだ、これを渡さないと。今顔つきは変わってるかもしれないが、探す手がかりにはなると思う。頼んだよ春日さん。浜風通りに向かってみるか。骨が折れそうだな。しびるんじゃねえぞ。上がってこい。私の番ね。ほら来いよ。どうした？行くぞ。やるか。絶対負けない。ストップ。くまえ。
俺の番か。やんのか。ほら来いよ。よし、行くぞ。やめろ。問題なしだ。私の番。逃げるなら今のうちだな。俺の番ね。なめろ。どうするかね。任務完了。いつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ、俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそっくりな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ、ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない。そう言われるとそうだな。悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。体調万全だね。腰が外れ。いらっしゃいませ。どうやってこれ、ヒレ、あー、そっか、竹ヒレ。どうも。調子いいぜ。なあ、お前なんかどうしゃしねえぞ。おい、来た。してみろ。やってみろ。かかってこいよ。おい、なめるなよ。とっておき。やめるな。よし、やん
おい。あ、ダメなんだ。よし、行くぞ。
もうやだ車。ありがとう。おう。ん？なあ。いや、それじゃあ。あー、めっちゃトイレ行きたくなっちゃった、また。じゃあ今日はこれからサウナに行ってくるので、また帰ってきたらします。バイバーイ。